さあ前回に続いて、はい、プライベート編をちょっと教えていただきたいなと思います。私のプライベートなんて本当も大したことない。こんなお知らせできるようなものは何もない。いやいやいや、プライベートこそですよ。サイコさん、1986年11月16日、宮崎にて生まれてない。え佐賀県生まれ。そうなんですか。里帰り出産、お母さんがで、まあ、宮崎で育って、14歳まで宮崎にいたかな、うん、もう楽しかったな本当に、宮崎での生活で。高校から東京に来て学校生活と芸能生活を始めた。うん、プライベートありました、その時期。なんかもう学校も仕事もなんか犬人間が一緒だったりするから、そういう意味ではごっちゃでも学校生活がどっちかっていうと仕事場のような感じだったかな。それでいうと結構ピリッと気を引き締めていた気がする。へえ、うん、まあでもね、やっぱり宮崎から出てきたからずっと緊張してた。本当に電車乗るのも大変だったし。寮だったんですか。その時は地方から取る子が私が初めてで、寮みたいなのもなくって、その当時事務所が持ってたマンションに違う人のマネージャーさんと一緒に住んでた、女性のスタッフ、でもその部屋がすごくって、なんか昔沢田研二さんが住まれてたお部屋だったみたいで、一室が全部鏡張りの部屋なんで、そこで東京生活スタートして、でその後はお兄ちゃんが大学で上京してきたから、お兄ちゃんと二人暮らししてた。サイコさん、ご家族と仲いいですよね。仲いいね。なんか喧嘩もすごいするけど。これ上京する時とかはなんか言われたりとかなかった？もうすごい反対されて、お父さんに。あ、そうなんです。なんかそれこそいい学校に入れてもらってたから、なんかそういうレールに親がちゃんと引いてくれたのに、なんでわざわざそういう確約のない場所に行くんだみたいなこととか、東京にね、15の子を1人出すっていうのがすごい心配だったみたいで、最後の最後まで反対してたね。あ、そうだ、なんか家族との約束で大学は絶対に入らなきゃいけない、芸能活動するんだったらっていう約束事をしてて、で一回落ちちゃったもん私、大学受験、一浪して早稲田に入って、で2007年8月婚約と妊娠の同時発表。あ、そうだったわ。なんか私たち的には結構前に決めてた感じだったんだけど、結婚とかも、でもまあね、お知らせできないからさ、まあ、ギリギリまでって思ってたけど、どっかのタイミングで漏れちゃったんだよね、これもまた。で私はこの時ちょうどあの映画の撮影中だったんだけど、すごいそこの現場の皆さんにはご迷惑をかけしちゃってさ、なかなか難しいよね、自分がお伝えしたいタイミング、皆さんにお伝えしたいタイミングと、ね、思うようにいかない時があるっていうのがこの仕事の、ね、難しいところだったりもして、でまあこの時には、まあ、その映画が終わったら芸能活動はやめて、でその時にやってた他のアパレルの仕事とかそういうのも全部やめて北海道に嫁ぐってなってたし、そうした、この時は全部自分の学校も辞めたし、全部辞めて、とにかく相手に捧げて、私のところにやってきてくれる、息子を迎え入れる準備をするっていう時期だったかな。でも自分の中でみんなとのつながりとか社会とのつながりが欲しかったから、そのタイミングでブログを始めて、まあ、自分の空いた時間とかにアップしてた気がする。そうか、2010年次の子が生まれて、そうね、この時期まではやっぱバタバタしてたかな。でその後私はどっかのタイミングで離婚してんだよ。どこだ2012年、早っ4年結婚生活、ね、え、お子さんって昔欲しかったとか。いや全く、私本当に結婚願望もそれこそ子供欲しいとか育てたいとかも希薄な方で、なんか結婚もまあ、相手のお仕事があっていつまで現役でいられるか分かんないっていうところで、本人的には二十歳過ぎたらしっかりそういうことも考えてお付き合いしていきたいっていうのもあったし、私も、まあ、その言葉はすごく嬉しかったし、自分もね、まあ、求められたらそこでって思ってるタイプの人間だから、じゃあ結婚してで子供も早く産まなきゃいけないしとか
なんかそう思ってた時期だったし、でもあまり子供が得意じゃなかった、正直言うと。子供ってどうやって接したらいいか分かんないって妊娠中思ってた、そういえば。でも自分のところに子供が来てくれてからは人の子がすごく可愛くなって、生まれてきてからはもちろん可愛いし、自分の価値観を変えてくれたよね、すごく大きく。長男がちょっとそんな自分に動揺するっていう、私の知らない私みたいな感じになってた。でもね、なんか今はさ、もう自立してるし、子供たちも、もう大人だからね、言うても、もうだって上の子13歳だから、もうそれで言うと彼の1年後には仕事してたからね、私は。って思うと、ちゃんと大人の接し方しないとって思う。その当時の私もちゃんと考えてたし、ちゃんと選択してたから、彼の選択をちゃんと尊重してあげなきゃって思ってる。なるべくね、目の前にある小石は取っててあげたいけど、でも本当はね、それにちゃんと転んでもらって学んでもらうってことが大事だったりすることも分かってるから、その葛藤、今は拾ってあげたいけど拾わないとか、自分が選んでほしい道じゃないとこ選んだけど、でももう信じて背中を押してあげるとか、でもそれでつまずいちゃった時はしっかり抱きしめてあげるとか、なんかちょっとフェーズが変わったかな。この時期の子育ての大変さとか楽しさとはまたちょっと違うところに行ったかなって感じかな。でもこの時もね、やっぱり私は仕事を辞めたつもりでいたけど、全然辞められてなくって、表に自分で稼働するってことはしてなかったけど、やっぱり報道陣たちとかは家の前にずっといたし、出産の時も病院に入ってきちゃって、病院の方にご迷惑をおかけしちゃったりとか、子供に対しても、やっぱ私じゃなければ普通にね、公園で遊べたことが彼らはできなかったりとか、普通の家族の形をやっぱ国内でやっていくっていうのはやっぱすごく難しくって、ね、だから大きな休みがあるときは海外行ってみたりとか、でもまあそれ発信するとすごく贅沢してる人に見られてたのかもしれないけど、でも私たちらしく家族の姿として正しい形でいられるのって、やっぱり国内だとどうしても難しかったりとかして、なんかその表に出ることで生活がしにくくなるっていう、なんかこのバランスを取るのが今でも悩んでるし、その時もすごく悩んでたし、なんだったら当時の方がすごく生きにくかったから、子供にはなんかね、そういう意味ではね、子供らしい幼少期を過ごさせてあげられてなかっただろうなっていうのはすごい申し訳ない気持ちでいっぱいかな。もっとね、のびのびと外で遊ばせてあげたかったなっていうところはあるかな。なんかそういうこともあって2017年かロンドンの学校に行くことになったんだけど、もともとは上の子だけ先に全寮制の学校に入れようと思ってて、本人も頑張ってみたいって言ってくれたから一緒に探してたんだけど、もう本当に出会いがあって、学校の先生とも日本にいた時よりもやっぱりのびのびと自分の表現もするようになったし、誰とも比べられない自分として接してもらえる場所で生きられた時の方がやっぱりなんか彼らしいというか、なんかアカデミックなことがすごく苦手だったというか、他のなんか3次元の構築とかプログラミングとか、なんか日本の必須教科科目で評価されないものの方が彼は得意だったりとかして、アートとか、なんかロンドンに行くとそれだけでもしっかり評価してもらえるから、彼の自己肯定力がすごく強くなった。すごい自信持って生きてるもんね今で。なんだったらアカデミックなこともすごく伸びたっていうこととか、やっぱ環境ってすごい大切、人を変えるし人を育てるし、なんかそういう意味でさ、やっぱり私はその自分自身で起きたことでいうと、そのインスタグラムとか SNS とかでの誹謗中傷とか、まあ、経験した人間からするとやっぱりそれで苦しんでる方とかもたくさんいると思うんだけど、一つやっぱ環境を変えるっていうのはすごく大切なんだなって。そこだけがあなたの世界じゃないというか、うちの子もそうだったし私もそうだったけど、やっぱムーブオンをしてみる、場所を変えてみる、リスタートしてみるってこともなんか一つ手としてはあると思うから、苦しんでる方、いろんな理由で苦しんでる方たくさんいると思うけど、うちの家族はそれがすごく好転したなって私を思う、自分の人生を振り返っても思うし、子供たち見てても思う。でまた新しい学校行くけど、ね、なんかどんな風になるのか、前ほど私が選択事項多くないし、もう彼が決めていくだろうし、親としてなんか困った時にちゃんと手差し伸べられたらいいのかなとは思ってる感じかな。まあ、もう私のプライベートはほぼ子供だよね。もう子供か仕事かだもんな。なんかね、要所要所でね、恋愛もしてはいるけど、とはいえやっぱり子供がベースだし、
なんか自分の心が壊れないように、とはいえ私も一人の人間だし一人の女性だから、じゃあ本当に風当たりが強い世の中で生きてた時とか、やっぱり寄りかかれる場所が必要だったりとか、子供いてうんぬんっていう声もあったりとかしたけど、とはいえその時期の私にはすごく必要だったというか。でもなんかね、マスコミで言うと面白おかしく書かれちゃうから、もっとポップに書かれちゃうんだとは思うけど、うん、まあ、つどつど選択は自分なりにはしてきてるかなとは思うかな。それが正しかったか正しくなかったかは、うん、なんか見る人によって違うとは思うけど、なんか私は私で、まあ、自分として考えてやってきたことだから、たとえ間違ってたとしても、まあ、よかったかなって思うようにしようって思ってる。ポジティブですよね。なんかさ、ポジティブなこととネガティブなこと、それは出てくるよ一緒のタイミングでさ、うん、でもなるべくポジティブなこと取るように生きていかないと辛いよやっぱり、うん、なんか人の悪いこととか見えちゃう時あるけど、そうじゃなくていいところをなるべくピックアップしたいし、なんか事柄もそうだし、でもそういかない時あるから、やっぱりそういう時は友達に愚痴ったりとかさ、仲間うちに聞いてもらうとか、ちゃんと自分で消化するとかやっていけばいいと思うけど、それはさ、不特定多数の人が見れるところで発信する必要はないと思うんだよね。でも私もやっぱ傷つくこといっぱいあったし、なんかポジティブでいたいって思ってるんだよね。なんかみんなに見られる私はポジティブな発信をしてたい、悪く言いたくない誰のこともって思っちゃうから、自分がたとえ誤解されようともぐっと黙るで生きてた、辛いって、なんかそんなことないのにでもいいやみたいな、なんかそれを反論してる自分が好きじゃない。自分が確かに見たことないですね、さやかさんのそのへこたれてんのも見たことないし、愚痴言ってんのも見たことないですね。人間として絶対に人を傷つけることとか言いたくないし、なんか自分の感情が乱れてるのもあんまり見られたくない、多分カッコつけます。でもそれで言うと家族とかパートナーとかそういうところには出ちゃうから、そういう支えてくれてる人たちは大変だろうなってすごい思うし、感謝だよね本当に。そこまでもちゃんとできるようになりたい。でも1回だけ私山本さんの前で泣いたことあるかも、大号泣したことあるかも1回だけ。山本さんの前で、なんか離婚するってなった時に、私したくなかったからさ、最終的にはもうするんだって思ってしたけど、なんかしたくないしたくないと思ってたから、なんでなんでって思ったし、でもなんかしなきゃいけないんだって察した時があって、もうそういう流れになっちゃってる、自分じゃどうしようもできない、別に何も悪いことしてないのに、ってなった時があって、その時ちょうどお誕生日を山本さんがお祝いしてくれてて泣いちゃったんだよね、ワンワン。後にも先にもさやちゃんが泣いたのを見たのって本当それぐらいなのかな。そうだよね、私あんま泣かないの人前で、感情がそんなに人前じゃ見られない。だからちゃんとコントロールができる人だから、思うことがいっぱいあったんだと思うんだね、子供のことであるとか、世の中の、ね、人のやっぱ流れとか誹謗中傷だとかね、分かんないすぎないな。正しくそれが評価されてくれればいいけどさ、自分もそんだけのクリエイティブ出せるかも分かんないし、でも出れば悪く言われるってことは分かってた時期があって、稼働すればするほどホットになるからさ、なんか頑張りたいのに頑張ると怖いことが待ってるとか、なんか複雑な時期があったから、でもそれを一緒に頑張ろうってできることを全部守ってあげるって言ってくれた山本さんがいたから私は頑張れたよね。芸能生活きついよやっぱり、ないあることないこと言われるんだよ、きついよやっぱりって。それでね、知らない人にいろいろ言われるから、そりゃしんどいよね。なんか何がいいかは分からない、私は黙って自分の美学で貫いたけど、それがいいとも思わないし、ヘルプ求めるべきだと思うしさ、やっぱりね、命落とすまでの人もいるわけだから、なんかその前に防げることは防いでほしいし、私はもう逃げろって思う、ほんとムーブオンしていいんだよって、そこだけじゃないから世界はって思うから、全然逃げるのが恥ずかしいことなんて思わないし、変えようって、自分にできることってそれだよって思うからね。まずはなんか自分がね、幸せに健全に生きていくってことがね、私もいろんな社会貢献をしてってどうこうどうこうって話してたりとかもするけど、自分が幸せに生きてるってことが何よりの社会貢献だから、あとはもう本当に手に取れる範囲の人たちの変化を見落とさないであげる、そんなにたくさんいなくていいから、大事な人をちゃんと守ってあげられる自分でいたいよね、何？泣け
ル子の話いやすごい、もうなんか今話してみるとやっぱりいろいろ思ってたんだなっていう、なんかあんまり話したくないんだけど、でも話さないといけない時期に来たんだなっていうのはすごい思うの、なぜなら多いからそういう悲しい事件が、うんうん、で私も多分自分でこのこと話さないと説得力が出てこないから言わないといけないし、個人としては言いたくないよ、なぜならね、相手が伴うことだったりもするし、自分としてはもう終わってることだから別に掘り返す必要はないけど、うん、なんかそういう人に届けるためには実体験話さないことには伝わらないからさ、そういう意味ではタイミングなんだろうなとは思うし、なんかね、やっぱりそんなに遠くないからそういう事件って、うん、ね、近くで起きてることだから、できることがあるならしたいなって思うよね。あとはもう私の私生活でいうと、本当この年表にはいっぱい書いてあるんだけども、ほぼ支援活動だね、私がやってきたことでいうと、もう他あんまりお知らせできるトピックがないんだよね恋愛云々のこととかあるけども、まあ、相手があるから言えないし言いたくないし、私の大切な思い出だからいやでもライフワークですもんね、支援活動。そうだね、なんかね、でもそれも本当に最初の最初で言うと、うちのお父さんが町の清掃だったりとか、例えば子供たちが学校行く時のこういう誘導とか、なんかそういうのもやってたりとかして、おじいちゃんもやってたかな、それで言うと、なんかそういうのもね、やっぱおじいちゃんもお父さんもすごいやってきてる人で、だから私も小さい時から自分にできる範囲のことは多分やってた。でも大人になって自分が生きていくので必死だったし、10代20代前半は子供たち守っていくので必死だったんだけど、でもある時に精神的にも金銭的にも私は子供たちを育て上げられるっていう自信がついた時があったんだよね。ちょうど離婚するタイミングかな、それで離婚も決められたんだと思うんだけど、でもその自信でなんでついたかっていうと、応援してくれてるみんながいたから、私が何か起こしたことに対して関わってくれた人たちのおかげで私と子供の生活は安定したってこともあるから、やっぱりそれって自分が何だろう、その時の生活で必要なお金とか人生で必要なお金ってなんとなく見えてきたりとかもするわけで、じゃあその溢れたお金ってどうするってなった時に、私はそれは社会に還元するべきだって思って、そこからまとまった金額での寄付だったりとか、養護施設の支援だったりとか、被災地へのボランティア活動だったりとか、なんかそういう形でちょっとずつ自分にできる範囲でやっていったっていうのが私の中の支援活動で、とはいえなんかもうそれだけじゃなく、本当に去年で言うとね、コロナで医療従事者の方たちが最前線でね戦ってくださってて、チャリティー T シャツって形で販売して利益の全額を物資に変えてお届けするっていうプロジェクトを立ち上げてみたりとか、もう本当に何だろう、日本中っていうか世界中問題は山積みだから、そういう意味ではできる範囲のことを同じ志を持ってくれる仲間たちと一緒にちょっとずつやっていくっていうのが私の仕事外の時間だったけど、今はそれを仕事にもなってきてる。シンクタデイっていう団体立ち上げて、それも別に立ち上げなくてもよかったんだけど、物資をまとまった物資をお届けするってなった時に、個人からの受け入れってなかなかしてもらえなかったりとかして、やっぱり団体とか企業とかはもう嫌おうなしに受け入れてくれる。ただもう私の中の差ってそれだけだから、自分が個人だと受け入れてくれないけど団体にすれば受け入れてもらえるんだったら、そのやり取りの作業がタイムラグが埋められるんだったらってところで団体にもしたし、でも団体にしたからにはせっかくだからしっかり仕組み作りをしようと思ったりとか、なんかそういうもうなんか何かして何か達成してやろうとかじゃなく、本当に自分の地続きのところで仕事もつながっていってるというか、全てはグラデーションで変わっていってる感じなんだけど、なんか仕事とプライベートの線引きがなかなか難しいミックスだね。なんかだからね、何者かって言われると自分でもすごい難しくって、なんかうちのスタッフとかよく肩書きとか女優って入れたがるんだけど、もうもはや女優じゃねえって感じだしでもさ、やっぱり今回みたいにドラゴン桜とかもさ、なんか嬉しいじゃない、そんな私も何者でもないのに出てくれませんかって。でもなんかね、わかんないんだよね、自分でもタレントって言われても、タレントさんって日本で言うと
バラエティに出てる人の印象あるでしょ。でも私はそんなに出ないし、ね、たまにまとめてポポポって出させていただくことはあるけど、じゃあ常に出るかっていうとそうじゃないし、なんだろうね、今でも YouTuber が一番しっくりきてんだけど今ダメ、まだダメ、そんな偉そうに言っちゃダメでもそうなんだから、それもごめんだけど、もしかしたら私がファーマーファーマー言ってるから、私がずっとファームにいるって思ってらっしゃる方もいるのかもしれないけど、うん、そんなことはない。あの社長業もしてたりとかするから、打ち合わせで大田原出たりとかはしてたりして、とはいえファームのことをやってないかっていうとそんなこともないから、難しいな。なんか割合で言うとどれくらいなんだろう、その月によって違うんだよな、私の割合が母親業が100の時もあれば、ファーマーが100の時もあるし、芸能人100の週もあるし、ちょっと難しいんだけれども、まあ、どれもでも全部私なんだよね、これって決まってない。ただたまにね、その移住とかファーム事業ってなるとどっぷりそっちって思わせちゃったりとか、ややこしくなっちゃってるのはちょっと申し訳ないところではあるんだけど、まあ、でもファームもいるときはいるんで、皆さん、あの子供いるときは写真ごめんなさいってやっちゃうけど、そう、子供いる日とすっぴんの日はごめんなさいってしちゃうかもだけどちゃんとしてるときは写真 OK なんで声かけてくださいねそんな感じかな、はい、私のなんてことないプライベートの話にお付き合いいやいやいや、ありがとうございました。波乱万丈の人生年表でしたありがとうございました